はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、明日もしくは明後日ですね、開催される、セレボですね、プリンセスセレボの、引くべきかどうかという、動画となっております。まあ、前日にですね、あらかじめ引くべきかっていうところをね、まあ、見ていただいて、引く前にちょっとね、止めていくというところも兼ねてですね、ちょっと早く動画にしております。で、まあ、まずラインナップ見ていきたいんですけども、シンデレラ、オーロラ姫、ティアナ、ティアナ、モアナ、キュートアナ、キュートエルサ、白雪姫、ベルチャーム、お気に入りに言ってない、ごめんなさい。あとはね、エレナかな、エレナとロマンスジャスミンですね、申し訳ない、が、ラインナップしております。で、まあ皆さんね、注目してほしいのはやっぱりシンデレラと、あとはベルチャームかが、まあ、初復活なので、まあ、回収したいというところとですね、あとはまあデレラを育てたいというところだと思います。で、引くべきかというところをね、まあ、解説したいんですけども、まず一つ言えることは、まあ、そろそろね、三が日の、セレボのね、視野を入れていただいてですね、まあ、デレラは、かなり復活します。復活するっていうか、まあ、常駐ツムですし、でセレボもですね、年に 3,4 回、ラインナップされるツムで、まあ、あの誰でもね、はい、スキルレベル上げやすいツムなので、まあ、これはね、無理してね、引く必要はございません。まずそこがね、一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントとしてはですね、まあ、スキルレベル 3,4 の方は、まあ、特に必要ないかなと思います。で、 3,4 の方に、まあ、ちょっと言いたいのがですね、まあ、例えばスキル 3,4 でフルアイテムで、まあ、スコア出しします。で、まあ、そこでね、まあ、3,000 万ぐらいスコア出るっていう方は、まあね、育てていくっていうのはありかと思います。まあ、そこら辺が出ないっていう方は、基本的に、おすすめしません。まあ、それはなぜかというとですね、あのスキルマンになったからといって、まあ、使いやすくなるかというと、まあ、なるはなるけど、そこまでね、実際伸びません。あの腕がないとマジで伸びないです。で、自分も初め使ってた時は1000万とか2000万しか出なかったんですけども、はい、あの本当に難しいんで、あのスキル 3,4 でそれぐらいのスコア出せないと、まあ、奥とかもね、スキルマンになったからといって奥出せるかっていうとそうではないので、そこをね、まず出せる方は、あの引いてもいいかなと思います。そういう方以外は、まあ、引かないで、まあ、スキル 3,4 でね、練習して、まあ、できるようになったらレベル上げていくっていうのが、一番いいかなと思います。まあ、自分は今では、まあ、スキル3とかでも奥いけますけども、まあ、かなりね、あの難しいので、あのそこだけね、頭に入れて、引くか引かないかを決めていただきたいなと思っております。で、スキルレベル1とか2っていう方は、まあ、ちょっとね、1,2 だと、まあ、2でもね、8円作れるんでタイムボム出るんですけども、やっぱ最低3欲しいかなっていうところがありますので、まあ、そういう方はね、まあ、3まで引いて見るっていうのは、まあ、今回のセレボ引くっていうのはね、ありかなと思います。はい、で、そうですね、まあ、そういうところ、そういう方以外は特にね、まあ、今回のプリンセスセレボは、まあ、引くべきではないかなと思います。まあ、あとはベルチャームが初復活で、あの、まあ、欲しい方はね、引いていただきたいんですけども、まあ、基本的にコレクション積むで、まあ、最近ね、ラグビーミッキーですね、登場しましても、圧倒的にラグビーミッキーが強いので、ベルチャームなんも弱いんすよね。むしろこの2月ですね、一緒に出たチャームツムでラプンツェルチャームの方が強いので、はい、あのおすすめしないです。強さはおすすめしないです。で、他におすすめするツムって言ったら、まあ、モアナ持ってなければいいかなと思います。スコアボムミッションとかでかなり優秀なので、まあ、そこはね、おすすめできるかなと思います。オーロラとかはね、難しいんで特におすすめしないですし、キュートアナ、キュートエルサはそこまで強くないです。あとはどうだろうな、エレナはあの自分は個人的には好き、あの曲とあのスキル演出、スキルがね、結構好きなんですけども、強くはないです。ただタイムボムはね、狙えるんで、運が良ければスコアは出せます。で、ロマンスジャスミンに関してもそこまで強くないというところですね。はい、まあ、出してスコアが出せて2000万とか、
3000万ぐらいだと思います。まあ、それでも強いんですけども、まあ、やっぱデレラがいるんでおまけかなという感じでございます。はい、まあ、以上がですね、まあ、自分から見た目線のね、まあ、ツムの強さとか、まあ、引くべきかっていうところ、まあ、その辺がね、まあ解説できたかなと思います。まあ、個人的にまあ自分はねこのメインアカで、まあ、スキルマじゃないのがティアーナとキュートアナとエルサなんですけども、今回引こうかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとねツムスタが忙しいっていうのと、まあ、ちょっとコインが少なくて、まあ、新ツムの方をまた来月に向けてね貯めておきたいというとこと、まあ、あとまだピックアップスキチケなんで必ず回収しなきゃいけないっていうところがありますので、はい、そこをね、視野に入れて今回は見送るというところですけども、ちょっとサブアカはね100万ほど引こうかなと思います。それでどれぐらい出るのかと、シンデレラが、まあ、そこ、まあ、皆さんねデレラのガチャ結構好きだと思いますんで、はい、ちょっと引いて、まあ、動画にしていきたいと思っております。サブアカはね確かスキルレベル4なんで、まあ、そこまでねレベル上げたいかっていうとそうでもないんですけども、まあ、スキル5まで目指してね100万使ってやっていきたいと思います。まあサブアカスキルマ一体もいないんで、まあ多分無理だと思うんですけども、はい、そんな感じでございます。はい、ってな感じで、まあ引くべきかどうかっていうところは、そんな感じでございます。まあ第2弾ピックと、まあ、三が日、あとは新ツムもありますので、あそこはねコインとね相談してですね、引いていきましょう。引きたい方は、そんな感じでございます。ちょっとエレナ久しぶりにちょっと遊びながら、実況しながらやって締めたいなと思います。ちょっとねこれ実況しながらってか、これ録画中ね、あの音聞こえないんですよ自分積むのと、そこがとても残念なんですけど、この音良くないですか。でこのね玉の光の大きさによってですね、あの消去数が変わってきます。ほら25消す時もあるし、5消去しか消さない時もあるし、でシャッフルで整えた方がいいかなと思います。あんま整ってない時はいいね、17、17、17みたいな感じだったんですけど、17いっちゃうとタイムボーマー出ないんで、上24でループ結構しますよね。消去数はね、まあ、割と多いんで、するんですよ。どう？この曲結構良くないですか？俺結構好きなんですよねこの曲。知らないですよ。エスメラルダやったっけこれ。なんだっけ？違う、エスメラルダじゃない。なんだ？ちょっとわかんないですけど、このエレナが何のキャラで、映画とかアニメとか見たことないんですけども、曲とこのスキル練習とかは結構好きです。全然1000万いかないじゃん。下手くそでごめんなさい。まあ言うて、まあ、ボムアイテム欲しいところですからね。16消去。おい、この曲癖にならないですか皆さん。自分かすかに聞こえるんですけど、癖にならないですかこの曲。なんかどっかで聞いたことあるような。はい、25。はい、1000万マジでいかないな。まあ、タイムが全然出てないんで、もはやシャッフルしないっていうね。もはやシャッフルしない、単純にスキルを楽しんでる。今のやばくない？今の
全然じゃん。もうスキル1ぐらいの消去数しかしてなかったよ。866みたいな感じだったよね。それはやばいぜ。それはさすがにやばいぜ。これやばいだろう。そんな消去数ある？ということで、まあ全然稼げなかったですけども、まあ基本じゃない、個人的にね、自分は割とね好きな積むでございます。はい、まあ、そんな感じで、今回はね、プリンセスセルを引くべきかという動画となっております。はい、ぜひね考えて引いてください。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ